ゴーゼはビールのスタイル。ゴーゼビールと記述することもある。ドイツのハルツ地方のクラフトビールであり、ゴスラーが発祥とされる。大量の塩とコリアンダーでフレーバーをつけるのが最大の特徴。ゴーゼは大麦麦芽とホップの他に小麦麦芽も用いてコリアンダーなどの薬草や大量の塩が加えられる。伝統的なゴーゼにはオート麦が使われることもある。 上面発酵であるが、乳酸菌による発酵も行われる。乳酸菌を含むため、容器の中でも発酵が持続しており、泡立ちが豊か。また、浮遊する工房のために著しく濁っている。ビアスタイルガイドライン1208では、ライプツヒスタイルゴーゼとして、以下のように定義している。ゴーゼの発祥は、10世紀頃のゴスラーだと言われている。ゴスラーの均衡には、 ランメルスベルク鉱山があり、ローマ時代から採掘が行われていた。多量に汗をかく、鉱山労働者にとって必要な塩分、ミネラル分と水分を補うために、鉱ゼが開発されたのではないかと言われている。鉱ゼは、乳酸菌を含むため、飲み慣れていないものには、下痢を引き起こしていたようで、18世紀に刊行されたドイツビールの博物誌にはその旨の注意書きがある。 蒸気のように大勢は副原料を使用しているため、ビール純水霊に反する。このため大勢はゴスラにおいてこうには醸造することができなかったが、東西ドイツ分割時代には、東ドイツ領だったライプツヒが、ビール純水霊適用外の地域だったので、醸造技術を受け継ぐことができた。東西ドイツ統一後は、旧東ドイツ領にもビール純水霊が適用されるようになり、 表だって、合税の販売できなくなったが、1993年に欧州共同体発足に際して、ビール純水令が非関税障壁と判断され、効力を失ったため、大仏費を中心に、いくつかの醸造所で合税は、醸造、販売されるようになった。ありがとうございます。